おはようございます。ケンです。今朝は今週のテスラの株価予想に関する記事がありましたので紹介したいと思います。テスラ株に投資をされている方の情報として参考になると思います。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーの紹介をメインに発信しています。テスラや EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。まずタイトルですけれども、今週投資家がテスラから聞くべきこと、モーニングブリーフとなっています。今回はアメリカのヤフーファイナンスの記事です。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在のテスラの株価は 141.98 ドルとなり、140ドルを超えてきています。現在前日比プラス 6.24% となっております。この記事はモーニングブリーフに掲載されたものですと。そして本日のニュースレターはヤフーファイナンスの編集長兼アンカーであるブライアン・ソッツィがお送りします。ツイッターなどでフォローしてください。このニュースやその他のマーケットニュースは外出先でも .net で読むことができますと書かれています。では記事の内容に入っていきたいと思います。先週ダボスで開催された世界経済フォーラムで私が話をした75人以上のビジネスリーダーの中でイーロン・マスク氏は1回もチャット、オンレコかオフレコに登場しませんでした。夜のカクテルパーティーで何杯か飲んでもマスク氏の話題は出てこない。マスク氏は反感を買うようなツイートをしてこの年次行事に参加しようとしていたにもかかわらずだ。要するに株式市場と米国企業はイーロン・マスク氏、ツイッター、テスラ、スペース X、ボーリングカンパニーなど億万長者に関連するものを中心に回っているわけではないということです。しかし今週は水曜日の取引終了後に発表されるテスラの決算報告によってマスク氏のビジネス帝国の中核に注目が集まることは間違いないだろう。そしてテスラ株に強気なケースが再充電されるには2つのことが起こる必要があると私は考えています。第1は最近の世界的な価格引き下げがいつまで続くのか、投資家がマスク氏から明確な指針を得る必要があることです。テスラは今月初め米国でモデル3のベースバージョンを3000ドル値下げし43,990ドルにしたことを思い出してください。モデル3パフォーマンスは9000ドルの値下げで53,990ドルとなりました。モデル Y ロングレンジについては13,000ドル値下げして52,990ドルとしました。パフォーマンスモデルは56,990ドルに値下げされ、以前の価格より約13,000ドル安くなりました。米国での値引きは中国、日本、韓国での最近の値下げに続くもので、テスラは増大する競争上の脅威に対して需要の再活性化を図っています。テスラが価格下落を利用して需要を喚起すると市場が考えている限り、投資家は電気自動車メーカーの2023年の収益力をモデル化しようとするため、株価は圧迫され続ける可能性が高いです。第2に、市場はテスラの堅実的な台数の伸びを聞き、それに慣れる必要があります。テスラは2022年の台数成長率を 50% 程度と投資家に案内したが、実際は 39% だった。今年の台数成長率は 25% から 30% 程度とささやかれています。テスラはその範囲の下限を予測し、そのガイダンスを上回るための舞台を用意するのが賢明でしょう。投資家はしばしばクレイジーなほど強気な経営陣が今週は保守的であることを歓迎すると思います。この2つの点でテスラが市場を満足させるためのハードルは高いです。水曜日の夜、テスラの決算発表が終了した直後にヤフーファイナンスライブ、
でぜひご視聴ください。このコーナーではブランド・スミス氏と一緒にテスラの決算発表の内容を即座に分析し、ハッピーアワーなドリンクを飲みながらその内容をお伝えします。それではハッピートレーディングということで、今回は今週のテスラ株の行方についてヤフーファイナンスの記事を紹介しました。今週は水曜日の夜にテスラの決算発表です。日本では木曜日になりますので、金曜日の朝紹介できるかなと思います。テスラ株のポイントはこの記事では2つですね。1つはテスラの価格引き下げがいつまで続くのか、2つ目はテスラの現実的な台数の伸びですね。保守的な数字を出すかどうかがポイントになるということです。本日現時点では株価の方も順調に推移しています。あとは水曜日の決算発表でどうなるかですね。はい、ということで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。記事の和訳と引用元はブログの方にアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご覧いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今週の一番の注目は決算発表ですね。またイーロン・マスクさんの裁判も月曜日に裁判の証言台にイーロン・マスクさんが立つということなので、多分この収録をしている今がその頃だと思います。こちらに関してはまた明日にでもニュースになるのではないかなと思いますので、ニュースになっていたら紹介しますね。では今日は全国的に寒波が来るということで、注意喚起のニュースを昨日からよく見ますが、大雪など注意して過ごしていきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。